ハローひろひろ、はいどうもこんばんは、 YouTuber ひろくでーす。ブラジルの人お元気でーすかー。はい、今回はコーヒーも飲みたい時期かなと思います。今回はね、こちらてかこれもう開封しとるやんけー。今回私がいざ条文とするのはこちら、無糖ブラジルブレンドコーヒー。はい、こんな感じです。こちらは、ブラジルブレンドコーヒー、要は、普通のコーヒーじゃなくて、まあコーヒーって言ってもまあ他の種類なんですけど、タイトル通りね、ブラジルブレンドということで、天然ポリフェノールクロッケン酸 40g、って書いてあって、まあタイトル、あ、ここに書いてある、ブラジルフレンドコーヒーしか書いてないやんけー。タイトル通りね、ブラジルブレンドコーヒーなんです。説明が書いてないやん。まあこれはまあコーヒーですね。普通のコーヒーじゃなくて、ブラジルブレンドコーヒーなので、名の通りブラジルをね使用したコーヒーですね。はあ、いいね、グッドタイミング。僕もね、どんなんかね、ちょっと飲んでみたんですけど、まあまあかな。ブラジルブレンドコーヒー。はいはいはい。どんなんかね、ちょっと飲んでみたいと思います。まあこんぐらいでいいでしょ。あんまり入れすぎるとね、今度は苦みが来るのね、パーッと。じゃあ私はブラジルブレンドコーヒーを飲みまーす。まあ意外と見た目は変わってないね。ブラックだー、男は名のついたブラックだー。味がしない。なんでだ？味がしない。え？どういうこと？これ。味がしないんだけど。え？これどういうこと？これどういうことだ？味がしない。なんでやねん！タイトル通り、ブラジルブレンドコーヒーなんですけど、味が全くしない。なんでやねん、味が全くしないんじゃ。無糖。待てよ、うん、味がしないね、やっぱり。まあブラジルブレンドコーヒーなんで、なんか味がしないんだけど、まあ無糖って書いてあるんですけど、これはよりミルクを入れたら美味しいんじゃないかと思います。全くね、飲んでみたんですけど味がしない。味は味がしない。どうもー、すいまてんでして。え、待って、これどういうこと？これ味がしないんだけど。これ味がしないんだけど。
これ味がしないんだけど、え、どういうことこれ、え、意味わかんねー的な、味がしないんだけど、え、じゃあ、今回ブラジルブレンドコーヒーデビッシュさん、愛のために頑張りましょう。